レンちゃん、そんなことは俺たちは誰よりも分かってるさ。こいつらどうやって部隊の包囲を。裂かれた鉄の魂、今一つに集え。銃がなきゃてめえらなんざうんこくず以下だろうが。この人がライジングロードの王。すごい。ほんま腐れ連中やっちゃな、カイト。こんだけのメンツ相手に素手でガチンコするっちゅうなら止めへんけど、そろそろ得意のドローザカーテン幕引きっちゅうやつちゃうんかい。ひどいな。それは違いますよ、ソラさん。アキラ、このバトルもこのチームも俺のものですから、幕を引くのも俺の役目です。リーダー一人が捕まればカイトさんもメンツ立つでしょう。こいつらはみんな未成年だしね。ここで警官どもをボコるんは簡単や。せやけどその後必ずごっつい戦争が待っとる。 AT シーン全体にダメージ与えかねん。これが確かに妥当な解決方法ではあるかもしれへんがな。畜生、こんなのありかよ。あなたの依頼確かに果たしましたよ、渡り鳥。ベヒーモスはこの瞬間をもって消滅する。巣立ちの時だ。強くなったもんね、この2年で。みんなも、この私も。彼に何を頼んだんだ。小鳥の羽ばたきは一つ一つはか弱い力でも、それが全て集まればとても大きな風になる。その風の先頭を担って飛ぶものが現れるまで小鳥たちを大事に育ててあげてってお願いしたの。